ルイーズ・フレシェットはカナダの外交官、公務員である。初代国連副事務総長に就任して8年間、務めた。また、オンタリオ州ウォータールーにある国際関係、政策シンクタンクである国際ガバナンス・イノベーションセンターに3年間在籍し、原子力と世界の安全保障に関する大規模な研究プロジェクトに従事した。モントリオールで1946年に生まれた。 1970年にモントリオール大学で歴史学の学位を取得し、1978年に欧州大学院大学を卒業して、Certificate of Advanced European Studies を取得した。1971年にカナダ外務省に入省した。在アテネカナダ大使館に赴任した後、1978年にジュネーブのカナダ国連代表部に赴任した。 1985年39歳で10アルゼンチンカナダ大使に任命された。1989年には湾岸戦争を支持するようフィデルカストロに働きかけるためキューバへの国秘ミッションに派遣された。これは失敗に終わったがその努力はオタワの外務省に感銘を与え、1992年にはカナダ国連大使に任命された。 1995年、外務を離れて、財務省次官補となった。その後、女性初の国防次官に昇進した。1997年、コフィアナン国連事務総長は、それまで事務総長が担当していた多くの管理責任を処理するために、副事務総長の地位を創設することを決定した。フレシェットはこの役職を要請されて受託した。在任中は、 国連での数々の改革を監督する責任を負った。1994年、アメリカ国務長官のマデレーン・ウォルブライトらと協力し、ジャンベルト・ラン・アリスティド大統領が亡命から帰還した、後の配置での平和維持活動を考案する上で、重要な役割を果たした。2005年、ポール・ボルカーゼン、アメリカ連邦準備制度理事会議長より、 イラク石油食料交換計画の管理の失敗を批判され副事務総長の辞任を表明した。フレシェットはグローバルリーダーシップ財団のメンバーであり、マギル大学国際開発研究所の国際諮問委員会の委員でもある。国際原子力機関の原子力課題に関する有識者委員会の委員であり、2008年4月に報告書を発表した。1998年に カナダ勲章オフィサーを受訓した。ありがとうございます。